これがパンカツか、はい、パンカツもう5分ぐらいかかります。まだ5分かかる？5分ぐらいかかります。焼き豆腐もう大丈夫違う？かまへんよ、あんまり時間がないもんで。あ、そうなんですか。いや、大丈夫大丈夫。もう召し上がれないわけではないですけど、焼けてるには焼けてるんで。で、あとこれソースかけるんですね。そうですね、塩でもいいんです。塩でもね、はい、塩だとちょっと味がついちゃうので、こちらのソースをかけていただいて、はい、了解しました。はい、どうぞ。さあ、まあ、食べてみましょうか。テスティングテスティングを食べてみましょう。ソースかけて、ソースここでかけちゃうんですよ。ここでかけちゃうんですよ、はい、絶対に、はい。今までの反対指揮一品テスト、食べてみて。味はどうですか？どんな感じですか？どう？感想。難しいわ。私は好きだけど。味どうやろ、うん、大丈夫かな。大丈夫やけども、どんな味してる？味パンの、パンの味か。ちょっとね、ピザっぽい。ピザっぽい。ピザとんかつなんしてない？とんかつじゃない、ピザみたいね。ちょっと油の味、うん、とんかつのそうだ、脂身のところにちょっと。このパンカツは戦後お肉が高価な頃、パンを肉に見立て、ひき肉をお好み焼きの生地に混ぜ、とんかつ風に揚げ焼きしたものです。そうらしいです。そういうふうに書いてあります。ソースを食べる。